はこんばんは。なんか部屋が明るすぎ、部屋が明るすぎる。やっほー、ご機嫌うるわしゅう皆様。23時30分、また夜遅くなっちゃった。やっほー、やっほやっほー。かわさん、ツインテールありがとう。ポルンガさん、わだちんさん、ちょういちさん、青色大好きさん、お疲れさん、めっちゃ可愛いゲストありがとうございます。ありがとう。かずささん、すごいツインテールの女の子が飛んでた空を今。どうもどうも。そう、ツインしたツインにした、ツインテールの日ということで、今日はじゃああれかな、あんまり今日ツイッターを見れてないので、見てないけど、みんなツインの女の子がいっぱいだったのかな。ちょっと見とこう、見た顔。鳥沢さん、ゆずきちさん、ありがとう、ありがとう。あれだよね、髪の毛が短いからさ、あんまツインにする長さではないですけど、でもだいぶ伸びたんじゃない、これでも。どうだろう。あ、みんなツインテール。じゃあツイン好きの方には、方は今日ハッピーだね、幸せですね。私もね、ツインテール好きなんです。あの、見る分のツインテールはめちゃめちゃ好きなので。あー、残念、今日あんまり SNS 関連を見ていなかった、残念だ。今から見ようと。長い子がツインしてるのはね、めちゃめちゃ好き。私、最強じゃない。いや、高めツインはねできなかったんです、もうこの長さ。あの、頑張ったんですよ。見る分しかしたことないです。いや、やってみて、ぜひぜひやってみて。ツインテールウィッグを買ってやってみて。いや、そう、ロングの子がさ、ちょっと高めでツインテールしてるのとかめちゃめちゃ好き。話し会、どんな話でも聞いてくれますか。何の話をする予定ですか。いや、ぜひぜひ、あの、何でも聞きます。なんなら珍しい話聞きたい。そう、この長さで高めツインしたらね、本当にもうね、あの、普通の高めツインってさ、こう降りるじゃないですか。ツインテールってこうさ、垂れてるものじゃないですか。でも全然そうならなくて、なんかもうね、16に反してたんです。重力に反して、なんなら触覚のようになっちゃったからね。今朝のツイートはね、頑張って抑えてやってた、抑えてやってました。変な話はしないから安心して。いや、そんな変な話をするとは思ってない。どんな話だろうという質問、疑問でした。じゃあ待ってます、話に来てね。どんな話もニコニコ聞いてくれるのが長所なの。いや、でもね、お話し会の時は楽しくて、だいたいね、あの、ほっぺが痛くなるぐらい笑うんですけど、たまにねなんか、なんだろう、冷たく言ってくださいみたいな。
ちょっと強い口調で言ってくださいみたいな、たまにねそういうあのコアなオーダーが来てコアなオーダーって言い方合ってる、その時めちゃめちゃ苦戦しちゃう、そういう時もね笑っちゃうのでそういう時はねちょっと笑っちゃうのが私のあれですね、悪い癖ですね。銀来さん、ツナさん、鳥さんさん、ギフトありがとう。ショイチさん、クマありがとうございます。ありがとう、クマありがくまありがくま。そう、コアなオーダーがたまに入ります。ケンちゃん、かわいい人ありがとうあ、そう、怒ってください、叱ってくださいみたいなあ、そうそうそう、芝居太郎かって言ってくださいみたいな、そういういや、そういうのさ、あの笑っちゃうじゃん、絶対え、絶対笑っちゃう、笑っちゃうんです。できた試しがないですけどできた試しがないですけど、ちょっとそれでもいい方はあのオーダーしてくれたら挑戦はしてみます、あの頑張ってはみます。ツナマヨさん、シンタンタンさん、ありがとう。尊いゲストもツナマヨさん、ありがとうございます。ありがとう。柴田さん、似合うギフトありがとう。メリオダスさん、可愛いギフトありがとうございます。ありがとう。いや、いいよ別にそんな無理にオーダーしなくていいよやだみんながコアなのはちょっとやだな。そう、あれなんだね、お話し会さ、あのまだこの市議会も監視枠が開くんですね、知らなかった私。だからおすすめ日をもう開いてるとこにしてたんですけど。翔一さん、めっちゃ可愛いギフトありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い。そう、そうなんですね、知らなく、あ、今日決まったの今日決まったの、そういう感じなの。そうなので、あのおすすめ日固定のツイートに書いてるんですけど、新しくおすすめ日、そう、間もなく新しい場所、新しい箇所を出させていただいてたので、新しいおすすめ日、おすすめ時間書いてるので、ぜひぜひチェックしてくださると嬉しいです、嬉しいです。4月16日のね7時間目と5月27日土曜日の7時間目をおすすめ日に、おすすめ時間にしておりますので、ぜひよろしくお願いしますえ、よかったね、感謝枠じゃあ、え、いつまでだっけ。よかった、もう開かない日は開かないって確定かと思ってたから。そうだね、全部開けれるチャンスだ。おー、ということで謎ピース、そう、私もピースしたはいいけど、これなんだろうって思いながら、ちょっとちょっと手を、手のね動かし方を模索してた。そう、明日はオンラインサインチェキ会ですね、チェキ会、明日はチェキ会よろしくお願いします。チェキ会です。こんばんは、こんばんは、やっほー、こんばんは。まるともちゃん、すごいツインテールの子が2体はじめ2匹って言いかけたけど、あの引きは引きは違うなって思って、みたい。
ずいぶん先と思ったけど、今週末がお話し会。今週末お話し会？あ、今週末か。そっか、もうそうだよね。わお。え、緊張？全然緊張しないで。ヤッホーっていう感じで、ヤッホーって言ってきてください。ヤッホーって、中二病の名前にしてた時、よくも気づかなかったなって言ってきてください。明日チェキ会。チェキ会よろしくお願いします。18時からです。そうよ、同じ部屋で、みんな同じ部屋であるから。そうですね。複数名のね、子に行ってたらバレるイベントですね。そうですね、過去も多々ありましたね。あれあれ、今呼んだけどあれみたいな。多々ありました。山井さん、結婚してギフト6個ありがとうございます。結婚はね、何にしようかな。結婚はどうしようかな。結婚は、私は地球に住んでないのでできません。地球の法律じゃないので、私の星には結婚っていう文化がなくて、結婚っていう文化ないんです。だから結婚ってよくわかんない。末っ子長男さん、ツインテールありがとう。なんかね、これぐらいの高さのツインにねしてたら、本当に学生の時を思い出します。学校に行ってた時って大体ツインだった。宮市生活さん、めっちゃ可愛いギフトありがとうございます。今日はウィンクの調子が良くない。ありがとうございます。そう。そう、リンゴ製、リンゴ星、リンゴ製にはないんです。結婚って、持ってないんです。そうなんだ。だってこの設定で行こう。お疲れ様です。お疲れ様です。木曜日お疲れ様です。明日はチェキ会があるので、ぜひそれに向かって頑張って、みんな頑張って。金曜日18時からだけど、どうだろう、お仕事で見れない方とかもいらっしゃるのかな。で、日曜日はお話し会です。楽しみ。メリオダスさん、ツインテールありがとう。この女の子ってツインテールで空飛んでるの？そういうやつかな。明日は見れない。あ、なんとか都合をつけてみる。会議で見れない。あら、そうだよね、間に合うかどうか。はあ、そうか。18時からだもんね。
タタ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 タ。腰の調子はね、良くなってってます。まだ痛いけど、なんか痛いって感じ痛いけど普通に痛くてまずいって感じじゃなくて、あ、痛いみたいな、あ、痛いぐらいあ、31日連続やったね。あと9日で私の大好きな大好きなじゃない、いや、なんでもないです、なんでもないけど、はい、だからもう大丈夫、大丈夫です。ありがとうございます、ご心配おかけしておりました、ありがとうございます。いや、なんでもないですけど、そう、全然もうね、生活全然大丈夫な痛さなので安心してください。大丈夫です、ありがとうございます。え、でもね、ちょっと聞いてほしい、40日でさちょっと1枚ね、そう、魔法のねチケットがもらえるわけなんですけど、確かね、40日過ぎたら次がね80日とかだった気がするんだよな。ちょっとなん、どこでできたっけな、え、それはそう、ちょっと、あ、いや違った、70日だ、100、あ、70日かな そうでした、そうなんです。だからちょっと次、そう、私もこのチケットに関する知識はね、多分ね多分めちゃめちゃある嫌だ、嫌ですねそうなんですよ。え、でも分かんない、その次100日もらえるのかな、100日でまた多分もらえて、100日以降がね書いてないんですどうなんだろうチケットマスターになってくる、ちょっと分かんないですけど、いや、もらえる枚数はね増えないです、1枚です、1枚。サーヤンに聞いてみる、毎日アイドル100日超えの子に聞いてみる。いや、でもさ、あれじゃない、多分さ、全然チェックしてなさそうじゃない、チケット多分私みたいにこんなチケットを重視してる人いないと思うので、なんかなんか、え、あ、もう普通に10枚あるけど使ってないみたいなそんな感じじゃない絶対そうだよね、絶対そうだよね、そんなんですよ多分ね今までちょっと分かんないですけど、こんなね、いかに配信をしない日を作って毎日アイドルを継続できるかを考えてる人は私だけなので私だけなので、ズルしてるの多分はそういう感じですそういう感じなんですけど、
ギリ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 を生きてる人です。本当に学生時代を思い出すツインテールは何歳までできるんだろう。そう、天気予報もギリギリを攻めます。あの、家出てパラパラ雨が降ってるとかだったら傘取りに戻らない。そう、でもね、外国とかだったらさ、傘をささないのが普通みたいな国もあるじゃないですか。だから傘はいらないのかもしれない。ね、ロンドンの人は刺さないとか言うよね。言うよね。なんかそう、それ気になって前調べたことある。タイも刺さなかったの？いいね。いいね。さやかりんの星では傘さすのって、あ、すごい設定を、今日の設定を覚えてくださってる方がいらした。あ、覚えられてたか。そうですね。あの、リンゴ星では傘がそもそもなくて、そう、リンゴは雨が降ったら逆に栄養みたいなとこがあるので、はい、あえてさせない、あえて浴びるっていう感じです。そうなんです、はい。そう、雨はね、浴びるものだから、私も結構傘、まだこの地球のね、傘という文化にはあんまり馴染めてなくて。さやかりん頑張るねって、そう、ちょっと今日の設定でこれにしたの、ちょっと後悔してきた。ちょっと内心後悔してきてるけど、え、ヤムカーさん。え、ヤンカーさん、ヤムカーさん結婚はしません。結婚という制度ちょっとまだあんまり理解できてないので、滝行が好きなんだねって、ちょっとそれとこれとは話が違うかもしれない。ちょっと雨を浴びるのと滝行はちょっと話が違うかもだけど、滝行ってさ、たことないですけど、どうなんだろうね。なんか一回やってみたいって思ってる時あったけど、やっぱすごいきついのかな、苦しいのかな。あと5分、なんだかんだもうあっという間、あと5分だ。あ、めっちゃ痛いの、やったことあるの。あ、でもさ、いつの季節かとかにもよるよね。
真冬は死ぬよね。シャワーで練習？そうね、アイドルさんとか、そうだね、ヒット祈願とかでやってるの結構見るけど、確かに冬にする、大体冬だから修行になるのかな。あ、そうだね、イモースで水飛び込んだりしたの、顔つけるだけで大変そうだったのに、確かに確かに確かに、私もあれで水恐怖症になったことを忘れてた。そう、もう溺れかけたのでもうあれから水恐怖症だったの忘れてた。そう、水と雪恐怖症です。よろしくお願いします。あ、ビリビリペンなら任せろです。電流なら任せてください。電気関係なら何ボルトまで耐えれるかみたいな。え、でもそれはちょっと違うかな。それはやっぱ何でもないです。それはダメです、多分大変なことになるのでそれはやめときますけど、あ、58分、あら58分、壇上読ませていただきます。壇上読みます。ズダダン13位、まるともちゃんありがとうございます。12位、とりさんさんありがとうございます。11位、りんご製の住人になりたいかださんさんありがとうございます。あ、でもちょっとリンゴ星はね、ちょっといろいろとな、地球の人が暮らすにはね、空気とか、あ、ちょっとごめんね、時間がないのでちょっと待ってます。はい、10位、渡辺さんありがとうございます。9位、あっちゃんありがとうございます。8位、つなさんありがとうございます。7位、千葉田さんありがとうございます。6位ゆずきちさんありがとうございます。5位やまいさんありがとうございます。4位おつかれさんありがとうございます。3位すえっこ長男さんありがとうございます。2位もやし生活さんありがとうございます。待って、壇上が変わったんじゃない、壇上が変わったんじゃない。13位渡辺さん、12位あっちゃん、11位つなさん、10位千畑さん、9位とりさんさん、8位リンゴ星の住人になりたいカズサさん、7位ゆずきちさん、6位山井さん、5位お疲れさん、4位末っ子長男さん、3位もやし生活さん、2位翔一さん、そして1位花火師さんです。おめでとうございます、ありがとうございます。はい、そして40番下大吉の方はゴールドシップさんです。おめでとうございます。あー、またわー、終わっちゃうかな、バイバイありがとうございます、ありがとう。明日オンラインチェキ会よろしくお願いします。バイバーイ、ありがとう。